あ、良さそう良さそう、うん、美味しそう。どこかな、楽でしょ。ごし盛りでございます。こちらカラパッチョソースをお付けしております。つぶ貝の青菜でございますね。よもぎり臼豆腐でございます。メインの一つの地鶏鍋でございます。こんばんは。今日の湯布院の宿サギリティさんってめちゃめちゃいいさ宿だね、ここ。うん、素敵な素敵、うん、じゃあまず三座市の、食前酒いただきます。はい、チーン。これはどうだ。ビール来ました。いただきますね。これ絶対早く回るよ。エビフライ、エビフライだった。山の中でマグロなくてもいいもん。坊ちゃん団子かな、これ。おしゃれだね。うん、うまかったかも、つぶ貝。カズノコ入ってるじゃん。うん、生湯葉酢味噌で食べるんだっけ。うん、生湯葉酢味噌で。あ、酢味噌甘くてうまいね。酢味噌美味しいよね。うん、自撮りかね、知らんけど。2杯目カボス酒、よもぎの利休豆腐だって。これ上何乗ってんの。ウニ、ウニ、海のもんや。一応お作りもある。ゆっくりどうぞ、ね、少しお待ちください。山ね、待ってますね。川魚な感じだよね。うん、ほんとだ、ずんだっぽいね、これ。そうだよね、うん。良さそう良さそう、うん、美味しそう。地鶏鍋、なんかお味噌なのかな。味噌、これ鶏、地鶏らしいよ。うん、歯ごたえある。そんな感じだね。うまい、ほんと結構うまい。好き。へえ、あ、いい。なんか塩辛い、塩辛い。まあ、やってない。あったよ、あれは。北海道物産展。クローニング。それ地獄。すげえな。締めにビーフステーキだよ。うまい。美味しい？うん。ご飯でステーキ、うまっ。冷めてもうまい。ちょっとやっぱ